お疲れ様でした。お疲れ様でした。前半は非常に頭はいい入りができたんですけれども、まあ、結果的には1対4という結果です。どのように振り返られますか？そうですね、まあ、我々から出たミスがね、こういうふうに相次いで失点となる、まあ、自滅というね、展開にはなりましたけど、まあ、でもやっぱり攻守の切り替え、またはボールポジションのところを含めてね、球際のところを含めて、やっぱり川崎さんが一つね、出足早くやってくれたと思うし、まあ、サッカーのスタイルは違うにせよ、もうちょっと有効な攻撃ができたと思いますし、やっぱ PK があったりね、ああいうオンゴールみたいな形での失点があったっていうところは、すごくやっぱりこの勝負を余計に難しくしましたよね。後半に向けては、ツートップの顔ぶれを変えました。まずこのあたりの狙いはどんなところにあったんでしょうか？そうですね、まあ、スタートからね、後半で変えようと思ってましたので、もともと今までレギュラーでやった2人をね、ちょっとこういい高いテンションで後半入れたかったっていうのは一つあったんですけど、まあ機能したかというと、ちょっと逆にね、川崎さんの方が、ペースを握り始めたかなって、まあ、ちょっと3点目の PK がね、あまりにも早かったっていうので、すごく楽にさせてしまいましたよね。その川崎がこうペースを握る中で、こう打開する方法としてシステムを変えるのではなく、まあ、人を変えるという方法を選択されました。まずこれ、コーチとも話をされていらっしゃいましたが、システムを変えるという選択肢はお持ちではあったんでしょうか？そうですね、ちょっとトレーニングのところの怪我も多くてね、なかなかこうベストな形で組めなかったということもあるんですけど、まあ、ちょっとそれよりもフレッシュな選手を入れてね、前に推進力を持たせたいというところで、まあ、試し試しやったところが、今日の形なんですけど、なかなかやっぱりうまくね、いかなかったなっていうふうな印象ですよね。これで、まあ、チーム初の連敗ということになりますが、優勝争いの中では、まあ、非常にこの連敗のというのはかなり痛いと思うんですが、今どのように受け止めていらっしゃいますか？特にね、やっぱり後半に入ってからいろいろ研究もされるだろうし、まあ、連敗なんていうのは絶対あることなので、これからちょっと2週間あるから、そこでしっかりもう一回立て直してね、まだまだ上位の目はあるので、しっかりとそこをぶれることなくね、チャレンジしていきたいなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。